幻覚剤とは脳神経系に作用して幻覚をもたらす抗精神薬のことである。故障には幻覚剤の言語である中立的なハルシノジェミアより肯定的に表現したサイケデリックス、サイケデリックス、神聖さを込めたエンセオジェンがある。その体験はしばしばサイケデリック体験と呼ばれる。神秘的なあるいは深遠な体験が多く、神聖さ、肯定的な気分、 時空の超越、語り得ないといった特徴を持つことが多い。宗教的な儀式や踊り、シャーマンや心理療法に用いられる。宗教、文学作品や音楽、アートといった文化そのものに影響を与えてきた。典型的な幻覚剤は、LSD や白シビンを含むマジックマッシュルーム、メスカリンを含むペヨーテなどのサボテン、DMT とハルミンの組み合わせであるアヤワスカである。 MDMA はこれらとは異なる共感能力や親密感の向上作用を持つ。これらは主にセロトニン作動性である。DSM-5 では、ケタミンは解離作用が強いため幻覚剤の解の別の分類に分けられ、大麻は幻覚剤に含めない。ケタミンなどの解離性麻酔薬はグルタミン酸を阻害する。21世紀に入り臨床試験が再び進行しており、 サイケデリックルネッサンスと呼ばれる。特にうつ病、不安障害、薬物依存症の治療に使える可能性を示している。継続投与を行わずとも持続的な治療効果を生じている。幻覚剤の使用は精神的な問題の発生率の低下、自殺思考や自殺基との低下と関連している。幻覚剤が依存や死壁を引き起こすという証拠は、 非常に限られたものである。幻覚剤は古来から用いられてきた。20世紀に入ってから幻覚剤の科学合成や、それに伴う研究が展開され、特に LSD が合成された後の1940年代から1960年代に大きく展開した。1960年以降、幻覚剤の濫用が問題視され、所持や使用が法律で禁止されているものも多い。 国際的に、抗精新薬に関する条約で規制されるが、伝統的に魔術、または宗教的な儀式として用いられている場合には、条約の影響は留保される。日本では一部の既存の違法薬物と類似の構造を持つデザイナードラックが1990年代後半に脱法ドラックとして流通するようになり、 その後取り締まりが強化され、法律や条例による規制が行われるものの、規制と新種の登場のいたちごっこを繰り返してきた。サイケデリックスは、ギリシャ語の精神や、魂サイキーと、目に見える現れるデロスの組み合わせであり、魂を権限させるという意味である。ハルシノデンは、ラテン語で気が狂うことを意味する。この最初二つは、共に、幻覚剤と訳されるが、 サイケデリックスでは、精神展開剤といった語の方が、中立的でふさわしいとする論者もいる。エンセオジェンは、民族植物学者らが提唱し、自分のうちに神を見る、内面に神聖を生み出すといった意味である。何十年も前から、他の故障が提案されているが、英語圏では、ハルシノジェンという故障が最も一般的である。しかし、この故障が故障なのは、 知覚が変化しているだけであって、真の幻覚ではないためである。メキシコ、ウイチョル族のケイトエであるニエリカは、幻覚性のサボテンであるペオーテがもたらす、思考神み立て割が与えるという神話的ビジョンを描いている。原始芸術も参照。幻覚剤を摂取することによって、意識状態に変容が起こり、変性意識状態といった意識の状態に導かれる。 視覚したことの意味の変化や視覚的な鮮やかさや視覚の変容がもたらされ不安感は減少し幸福感や一体感が上昇する。ケタミンのような乖離性の幻覚剤では大枠は同じだが個々の幻覚の強弱といった細部が異なり最も大きい部分では白ビ瓶のような典型的な幻覚剤と比較して肉体から離脱する感覚を強く生じさせる。 幻覚性のキノコの成分である白紙瓶の体験からは神秘的なあるいは深淵な体験が多く神聖さ、肯定的な気分、時空の超越、語り得ないといった特徴があった。自我の崩壊、自己の感覚の喪失はサイケデリック体験の重要な特徴でアルコールなどでは見られない。統合失調症に似た幻覚や妄想を起こす覚醒剤精神病とは異なり、 視覚的に美しい色彩が変幻と立ち現れ、物が歪んで、見えたり、原野に七色の虹がかかったり、時空間が変化するというようなものである。ハーバード大学での統計では200人ほどのうち85、85%が人生において最も啓示に富んだ体験であると感じている。幻覚剤の研究家であるテレンス・マッケナは、幻覚剤は六時間で五年分の心理療法を、 やってしまうドラッグだと表現している。治療研究の歴史からは、難治性の神経障害、特にうつ病、不安障害、薬物依存症、死と関連した心理的な困難に可能性があることを示している。典型的な幻覚剤や MDMA では、継続的に投与せずとも効果が持続する。13万人の統計調査から過去1年間における、 幻覚剤の使用者は精神的な問題の発生率の低下に関連していた。約19万人からの統計調査では典型的な幻覚剤の使用が自殺思考や自殺計画、自殺基との低下と関連し他の違法薬物を使用しないことはさらにこの可能性を高めていた。また、約1500人からのオンライン調査では 生涯における典型的な幻覚剤の使用は自然とのつながりを感じ環境に配慮した行動に関連する。48万以上の統計調査からは生涯における古典的な幻覚剤の使用は調査から1年以内の犯罪の発生率が低いことや受刑者約300人からドメスティックバイオレンスとの関連性が低いことが判明した。幻覚剤と大麻の使用は 過去1年間におけるオピオイドの依存リスクを減少させており他の違法薬物では依存のリスクを増加させていたデビッド・ナットラ薬物に関する独立科学評議会による2010年にランセットに掲載された薬物の相対的な有害性に関する論文 MDMA、MD LSD、マジックマッシュルームは相対的に有害性が低いと評価された一般的な副作用は 不安、吐き気、嘔吐、心拍や血圧の増加である。精神病性障害のような比較的一般的な障害が生じた場合には、サイケデリック体験に起因するのではと誤解されることがあるが、常実のように、統計からは、精神病など精神的健康問題のリスクの低下と結びついている。幻覚在庫知覚障害は、白紙病やアヤワを用いた、 最近の近代的な臨床試験では報告されていない。幻覚剤が依存や死壁を引き起こすという証拠は非常に限られたものである。体制は急速に形成され離脱症状が起こることは確認されていない。精神的依存は稀だと考えられるがそのための研究は少ない。典型的な幻覚剤は主としてセロトニンが作用している 5HT2。 アンペア受容体に作用する。対して、ケタミンなどの海離性麻酔薬は、主として、グルタミン酸作動性の無駄タグルタミン酸、受容体を阻害する。MDMA は、セロトニン作動性であり、セロトニンの放出を促進し、絆の形成などに関わる神経ペプチドのオキシトシンや、バソプレッシンも放出させる。5HT2 アンペア受容体への作用は、 脳由来神経栄養因子を増加させ、神経申請を促す可能性がある。ケタミンでは自殺燃料が大きく減少しこのような改善の追跡は6週間まで確認されている。5HT2 アンペア受容体への作用は急速に耐性が形成されるため、この特徴が依存症や頻繁な使用を少なくしてしまう。例えば、 LSD では4日間日常的に投与することで耐性が形成され活性はなくなってしまう。依存性があるものだろうと一般的に誤解されているが専門家は依存や脅迫的な使用を引き起こすものではないことに同意する。DSM-5 では幻覚剤関連障害の中にケタミを含むフェンサイクリ人類による乖離性のある幻覚剤と それ以外である LSD、メスカリン、シロシビン、MDMA、ジメチルトリプタミンサルビアなどに大きく分類しており、大麻は幻覚剤に含めず大麻関連障害として別個である。植物性のアルカロイドには幻覚をもたらすものがあり、古来から様々な目的で用いられてきた。天然の植物の状態のものは、ナチュラルドラッグ、化学合成されたものは、 ケミカルドラッグと呼ばれる。幻覚剤の作用成分は脳内の神経伝達物質と類似の構造を持っている。幻覚をもたらす植物の発見や歴史的考察は JP モルガン銀行の副社長で金類の研究家であったロバート・ゴードン・ワッソンの貢献が大きい。アイアワスカは複数の植物を調合し煮込んで作られる。ペイオーテはネイティブアメリカンチャーチの儀式で用いられる。 ネコ科のすり鉢とネコ科とヘビの形をしたすり棒は小さいため幻覚剤や顔料をすりつぶしたと考えられている。ペルー北部の神殿遺跡、紀元前900から500年のパコパンパイ石より、アメリカ大陸のシャーマンは、アヤワスカという飲料やサボテンのペヨーテを用いている。アメリカ中西部やメキシコに自生するメスカリンを含むペヨーテは生や乾燥させて食され、 サンペドロは煮詰めた成分が摂取される。ペルーでは幻覚成分のメスカリンを含むサボテンのサンペドロがある。アマゾン熱帯ウリンのシャーマンは植物を煮出してアヤワスカを作るが、これにはジメチルトリプタミンとモノアミン酸化酵素阻害薬であるハルミンが含まれ、相互作用で効力を発揮する。アヤワスカは2から6時間前後効力を発揮し、 その間は自我が停止すると言われる。中米のメキシコには幻覚をもたらす成分の白地瓶を含む属にマジックマッシュルームと呼ばれるキノコが自生し、シャーマンにより宗教儀式や治療に用いられている。アステカのナワトル語で神のキノコという意味の手をナ,ナカトルとも呼ばれる。このようなキノコはメキシコが16世紀初頭にスペインによって植民地化され、 カトリック教会によって規制された。カトリック教会では、こうした幻覚は悪魔がもたらしていると考えたためである。日本に自生する幻覚性のキノコには、笑いたけや日陰しびれたけがある。日本でも、根弱物語集の中で舞いたけを食べ幸せな気持ちになって踊り出すというエピソードがあり、こうしたキノコとの関連も言及される。 他の幻覚成分であるイボテン酸を含むキノコにはベニテングタケがある。インドのベーダという聖典に登場する霊感を与えるソーマという飲み物には幻覚作用があると言われ白シビンを含むキノコかベニテングタケが入っていたのではないかと考えられている。古代イギリシャでは毎年秋にエレウシスの秘技を行う習慣が千年以上も続いていた。エレウシスの周辺の池には リゼルグ酸を含むバッカク菌が存在するので、これが幻覚剤としてエレウシスの儀式で使われたのではないかという見解もある。アフリカでは幻覚成分イボガインを含む植物イボガが宗教儀式に用いられていた。他に、R.G. ワッソンは幻覚剤についての研究考察を出版してきた。それらは1957年にベニテングタケが ヨーロッパ民族に与えた影響を調査したマッシュルームズロシアヒストリー1969年にバラモン共生点リグベーダに登場するソーマはベニテングタケであると主張する聖なるキノコソーマ1974年にメキシコのマジックマッシュルームについて調査であるマリア・サビーナハー・マザテックマッシュルーム・ビラダ1978年にはエレウシスのヒギと バッカクキの調査である、ザ・ロード・ツー・エレウシースである。R.G. ワッソンの研究以前は、植物の存在が公になっていなかったものも多い。テレンス・マッケーナは、神々の糧や、幻覚世界の真実のような著書で様々な、幻覚性の植物や薬物について、歴史的考察や文化への影響を分析している。合成されたメスカリン。メスカリンは、1898年前後に、 ドイツ人科学者のヘフターが発見し、1919年にイーシュペートが合成した。1912年、ドイツのメルク社がメチレンジオキシメタンフェタミンを合成したが社外に発表されなかった。1938年にスイスのサンドス研究所の科学者であるアルバート・ホフマンがリゼルグサンジエチルアミドを合成し、 その後5年間研究されなかったが1943年に再び取り上げたところおそらく指の皮膚から吸収され偶然に幻覚作用が発見されたホフマンによる幻覚の内容は視覚に入るものは歪曲し強烈な色彩が万華鏡のように変化し音に合わせて視覚が変化するというものであった1952年アメリカの製薬会社であるパーク・デイビス社により 麻酔薬として、フェンサイクリジンが開発された。1956年、チェコの科学者、ステファン・ソーラは DMT を合成している。白しべメキシカーナ・マサテ家族はこのキノコを小鳥と呼ぶ。1950年代に、R.G. ワッソンは、メキシコのインディオの信頼を得て、儀式で用いられているキノコを摂取したところ、幾何学模様の幻覚がもたらされた。 1957年には、R.G. ワッソンとその妻は、ライフ氏に、その発見を掲載し大衆に広く認知されることとなった。魔法のキノコを求めてとして掲載された。このキノコからパリとアメリカで幻覚をもたらす成分を抽出しようとしたが、成果が出ず、似たような幻覚を起こす LSD を合成した、アルバート・ホフマンの元へ送られた。1958年、 ホフマンは、抽出成分を動物実験で試すが反応が見られないため自分で摂取したところ、抽象的な形と鮮やかな色彩が激しく揺れ動きや変化するという幻覚が起こったため幻覚成分として発見され、この成分にシロシンとシロシビンという名前を付けた。ホフマンによれば、シロシン、シロシビンと LSD は似たような物質で違いといえば、作用量と作用時間であり、 LSD が8から12時間、白紙ンは4から6時間作用し、どれも脳内物質のセロトニンと禁じの物質である。1962年にはパーク・デイビス社は PCP の代用物として麻酔薬のケタミンを合成している。ケタミンは一般的には10位で用いられる麻酔薬だが1時間ほど自我を停止させるという体験をもたらすとされる。 1960年代に科学者のアレクサンダー・サーシャ・シュルギンが MDMA を合成したが他の強い作用をもたらす化合物を探していたため研究されず1973年に別の研究者がサーシャの方法で合成し広まっていったサーシャは既存のドラッグの分子構造を若干変えた薬物であるデザイナードラッグを多く作り出したがその中に 幻覚剤も多く含まれている。サー社は200種類余りの幻覚成分やデザイナードラックの合成方法や心理的な研究結果についてまとめた代表的な著作 P ハケルとタイケルを出版している。デザイナードラックの一つであるニ c b は量が少ない時には MDMA のような効果で多い時には LSD のような幻覚をもたらすとも言われる。 三社は2050年までに幻覚剤が新たに2000種類ぐらい増えるのではないかと述べている。1940年代に LSD が研究目的で出回り始め、1950年代には精神医学やアメリカ中央情報局による洗脳や自白の実験の MK ウルトラ計画で取り上げられ、このような研究は極秘で行われていた。R.G. ワッソンがメキシコで キノコの調査をしていたとき CIA の諜報部員に付きまとわれるということがあり、ワッソンとホフマンによる迅速な白シビン成分の特定がなければ、こうにならなかったかもしれないとも言われる。1950年代には、アルフレッド・ M ・ハバド大尉が世界平和に貢献すると思い、政治家や科学者や警察など、後半に赤字で LSD を配った。 ハバード大尉が開発した LSD による精神療法であるサイコリティック療法を精神科医のオズモンドが広めた。精神科医のハンフリー・オズモンドにハクスリー自らが幻覚剤のモルモットとなることを申し出、1953年の春幻覚剤のメスカリンによる実験が開始された。その翌年1954年に近くの扉が出版され、 学者一族としての観察精神と作家としての筆の確かさを下地に、神秘主義者の認識と幻覚剤による体験を、海外の研究も通して哲学的に考察した。近くの扉は、60年代の意識革命の発端として評価が高く、ハーバード大学の幻覚剤の研究者である、ティモシー・リアリーの意識革命の理論の素地となり、 リアリーの後継的な存在であるのテレンス・マッケナにも大きな影響を与えた。同じような頃、世界中で麻薬の使用実態を調べ実際に摂取していた作家のウィリアム・エス・バローズは、友人のアレン・ギンズバーグにあやわすかの体験について手紙を送っている。バローズによれば中毒性の強いモルヒネやアーヘを麻薬と呼んで幻覚剤と区別し、あらゆる幻覚剤は使用者に、 聖なるものとみなされ、宗教的になるが麻薬はそうではないとしている。1956年、ハクスリーとの文通で、ハンフリー・オズモンドがサイケデリックという言葉を思いついた。翌年1957年に、精神分析学会でこの言葉を紹介した。1959年に、最初の LSD の国際会議が開かれた時、CIA は、LSD は、 人の精神を狂気に追いやると主張し、創造性を高めるといった心理学者による主張を否定した。DNA の二重裏線構造 LSD は1953年に発表された DNA の二重裏線構造の着想を与えた。LSD は芸術家のアンディ・ウォーホルのアートにも影響を与えた。1960年代、ハーバード大学で 幻覚剤の研究を行っていた心理学者のティモシー・リアリーが刑務所の受刑者に対して行った臨床実験では白紙瓶の摂取によって神や愛について語られるようになり対立がなくなったハーバード大学の研究者らは次第にチベット仏教の経典の一つであるチベット死者の書が幻覚剤の起こす幻覚体験のガイド本として非常に役に立つものだという見解に至り 幻覚剤を用いる内容に書き直し、チベット死者の書をサイケデリックバージョンとして出版している。この本には、ティモシー・リアリーが研究してきたセットとセッティングの理論の幻覚剤の摂取体験に際して、幻覚剤の選択と投与量や、自他の心構えと周囲の環境が重要であるということについても書かれている。1960年代には、LSD が大量に流通し幻覚体験が、 ヒッピームーブメントの素地となっていた。こうしたムーブメントはサマーオブラブとも呼ばれる。LSD はアシッドと俗称されアシッドロックといった音楽シーンも作り出した。40万人を動員したロックフェスティバルのウッドストックフェスティバルでも LSD が流通したと言われる。1965年に LSD を体験したオーガスタス・オーズリーは 大学を中退し LSD の工場を作り、オーズリー・ブルースと呼ばれるバットマンの絵が描かれた高品質の LSD ワンカを製造し世界中に流通した。LSD は1966年にアメリカの法律で禁止された。オーズリーが FBI に逮捕されると、スカリーとオーズリーの弟のティムがその意思を引き継ぎ、オレンジサンシャインという名で流通させたが、 起訴された時にはスッカリーは LSD の摂取によって心が優しくなるので流通させたとし、また製造したのは LSD ではなく、アルド52という禁止の化学構造を持った物質であると主張した。ジョン・グリックスはティモシー・リアリーの著書を読み、永遠なる愛の共同体という LSD とマリファナを安価に流通させる組織を結成し、組織は国際的な麻薬流通組織となったが、 クリックスは猛毒のストリキニーネの混ざった白シビンを摂取して死亡した。ストリキニーネの混じった麻薬は殺害を目的として渡されるものである。後に CIA のロナルド・スタークが永遠なる愛の共同体の代表となりスイスの隠し金庫に稼ぎを預金していた。LSD の安価な製造法を開発し永遠の愛の兄弟団に その製造法を提供したリチャード・ケンプは永遠なる愛の共同体の後継として1970年代にイギリスで LSD を流通させ1970年代半ばに逮捕されたがその裁判の後半記録によって安価な LSD の製造法が広まっていった歌手のジョン・レノンは暗殺される直前に CIA は LSD によって私たちをコントロールしようとしたが結果として 自由を与えた、言っている。ニューメキシコ大学のリックストラスマンによれば、60人の被験者の半数近くが DMT の摂取によって地球外生物に遭遇したと主張している。テレンス・マッケーナは DMT がエイリアンと遭遇する次元を誘発すると考えていた。脳科学者で LSD やケタミンの研究を行っていたジョン・シーリリーは、ケタミンの摂取によって 地球外気生体とコンタクトしたと述べている。あやわスかの摂取によって異次元に行き体の半分が人間以外の生物であるような存在に接触すると言われる。1970年代にはテレンス・マッケナがマジックマッシュルームの栽培に関する本を出版しアメリカでこうしたキノコの入手が容易になっていった。テレンス・マッケナはリアリー本人にも 1990年代のティモシー・リアリーと呼ばれるほどこうした意識革命の文化に影響力を持った存在になっていった。1960年代の LSD によるカウンターカルチャーの若者はコンピュータや先端科学も利用するカウンターカルチャーであるサイバーパンクへと変容していった。また、このリアリーを発端とする意識の自由を求める思想は1980年代以降も 有力に機能しているとも評価されている。ワイヤードといった雑誌やウェブサイトでその流れが継続されている。MDMA は視覚に幻覚はもたらさず共感性を高めるという特徴がある。心的外傷後ストレス障害の患者に対して共感性を高めると言われる MDMA を投与する治療研究が行われた。1984年頃。 アメリカのテキサス州で大量生産され流通したが、同年アメリカで違法薬物に認定された。エクスタシー錠罪。1980年代後半より、スペインのイビサ島で電子音楽シーンからアシットハウスとして LSD が流通する音楽シーンとしてリバイバルされた。MDMA は1980年代後半のイギリスのレイブシーンに影響を与えた。これは、 セカンドサマーオブラブとも呼ばれる。LSD だけでなく MDMA の使用も増加していった。レイブシーンは、その後、アメリカの主にサンフランシスコへ飛び火した。テレンス・マッケナによれば、レイブは、ハイテク化したヒューマン・ビーンである。そして、2000年前後には、レイブシーンは、ドイツのベルリンで100万人以上が参加する、ラブパレードというイベントにも発展している。 1990年前後には、インドのゴアでしばしば LSD を用いて行われていた、ゴアトランスなどのダンスパーティが、サイケデリックトランスへと発展した。LSD のマイクロドットと MDMA の結晶。薬物規制分類のスケジュール I とは、医学的検証のない薬物の規制分類であり、1960年代のムードでは幻覚を生じさせるというだけで、 医学的研究を行わないままに幻覚剤はこのような分類に押し込まれた。このことは医学的な潜在価値があるのにもかかわらず研究に著しい制限をかけて妨げてきた。21世紀に入り、既存の精神科の薬の治療効果の限界から再び幻覚剤に注目が集まって研究が行われており、サイケデリックルネッサンスと呼ばれている。課題は資金であった。 試験のための近代的なランダム化比較試験を実施するには数百万ドルの費用を要し、本来は実施するためには特許による市場独占が必要であり、さらには国際的な規制がこれをさらに高額にする。しかし、LSD や白紙瓶では特許が失効しており臨床試験は実施しがたいと思われていたが、社会的情勢の変化を反映してアメリカや欧州の団体は、 研究資金を提供し始め、このような運動は、大衆の創造力を借り立てる、幻覚剤の魅力とソーシャルメディアとが組み合わさって、進展してきた。こうして現代的な手法で有効性と安全性を、実証すれば、規制の再分類が続くと考えられる。アメリカのリック・ド・オブリン率いる、幻覚剤研究学際協会、イギリスのアマンダ・フィールディング率いるベックリー財団は、 情報提供とコミュニティの形成を通じて、こうした研究のための資金集めを行い、実際に研究を実施してきた。2019年4月に、イギリスのインペリアルカレッジロンドンに、世界初のサイケデリック研究センターが設置され、9月にはアメリカでは、幻覚剤に関する臨床試験を行ってきた、ジョンズ・ホップキンズ大学医学部に、幻覚剤意識研究センターが設置される。 2020年9月、カリフォルニア大学バークレー校が、サイケデリック研究センターを開設し、幻覚剤を心理療法に組み込む、既存の臨床試験の進行を追いかけ、また進学研究所と合同で、幻覚剤とスピリチュアリティに関する研究、また研究に足りていない、体験の補助要因を育成する。また2021年には、ニューヨークのマウント災イ医科大学に、 サイケデリックス研究センターが設置され、2019年の2期間により、研究領域は、狭いが今後展開される、幻覚剤による治療法のための教育施設としても、機能する。デビッド・ R ・ニコルズは、幻覚剤の研究者で、灰色市場のデザイナードラッグの生産者は、ニコルズの著作物が、新しいデザイナードラッグを生み出すのに、特に有用な手引きだと形容した。 25アインボムは彼が生み出し新型の LSD として2010年代に規制されたものの一つである。実際に強い効果を生じる量よりも少ないごく少量を摂取する幻覚剤のマイクロドージングは2010年代の流行である。作家のオルダス・ハクスリーは著書近くの扉の中でケンブリッジ大学の哲学者 CD ブロードが 哲学者のアンリベルクソンを解釈した説をよりどころとしている。人間は本来宇宙のあらゆることが知覚できるが脳などの原料バルブを通して個体の生存のために必要な情報だけに絞っている。しかし精神修行やメスカリンなどによってそれをバイパスさせ超感覚的な知覚や異常な色彩感覚などを体験すると説明した。リアリーによれば そういった原料バルブは日常的な行動を起こすためには必要な機能であるまた、オルダス・ハクスリーは幻覚剤は聖書に出てくる知恵の木の実でバチカンなどの意識の管理者が使用を阻止してきた物質であり、聖職者が歴史を通じて容赦なく弾圧してきたものである。リアリーによれば、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教においては自分自身で考える人間が増え、 無秩序な状態になることを阻止して、簡単なルールを教え、それを守らせることで秩序を保つことが権威者の目的であったので、意識を変化させる、顕微鏡や望遠鏡、幻覚性のある植物を禁止してきたということである。しかし、幻覚剤は大量の未知の情報のカオスをもたらし、そうしたカオスは脳を再プログラミングする状態に整えてしまうという、 LSD を合成した科学者のアルバート・ホフマンは、幻覚剤による、甲骨状態は、宗教的な悟りに似ており、自我と外界との境界が取り払われ、創造主と非造物という二元論ではなく生命が、一つであるということを体験させるので、瞑想を補助するのに使われるのがふさわしいと述べている。スタニスラ・フグロフは、1960年代から70年代に、かけて、LSD を用いた、 精神療法を研究し、その弟子たちは違法後もアンダーグラウンドな心理療法を継続してきており、21世紀初頭でもイギリス、スイス、ドイツで活動している。1986年に幻覚剤の研究協会のマップスや、1993年にメスカリンの発見者の名を冠したヘフター調査研究所が設立されている。 ロシアの薬物乱用の専門治療を行う精神科医のエフケニー・クルピツキーは20年間にわたり麻酔薬のケタミンを原覚剤として利用するアルコール依存症の治療を行ってきたが111人の被験者のうち66%が少なくとも1年間禁止を継続し対象群では24%であったなどのいくつかの報告があるまた、ケタミンは ヘロインの依存症患者に対しても薬物の利用を中断する効果が見られた。アヘンの禁断症状を減衰させるという報告もある。1990年代の研究では、アヤワスカの摂取によってアルコールや麻薬の常習や暴力行為を減らす傾向が見られた。マップスの支援で PTSD や末期がん患者の心理的な不安症状に対して、 MDMA の投与研究が行われた。2003年には、白ビ瓶を群発頭痛に治療投与する研究や、ヘフター調査研究会の支援した研究では、脅迫性障害の患者に対して、良好な結果が得られた。PTSD に対して、MDMA を投与する心理療法は何度か行われ良好な結果を得られており、2006年10月より、 マップスの支援により行われた研究では幸福感が高まり心理的トラウマに立ち向かうことができた。2008年にはマップスの支援で LSD を病で死を目前にし精神的な意味を求めている患者に投与する研究が行われる。アメリカ合衆国における白ビ瓶の批判罪化。多数は白ビ瓶だけでなく幻覚剤を批判罪化している。批判罪化した。 地域批判罪化した地域のある周囲かなる使用も禁止国際的に成分は抗精神薬に関する条約で規制されるが、同条約第32条4項によって植物が自生する国における少数の集団に伝統的に魔術、または宗教的な儀式として用いられている場合には条約の影響は留保される。また、含有する植物自体は国際規制されておらず、 個々の国における法規制には多様性がある。各記事を参照のこと。ブラジルを拠点とするサント大味でのアヤワスカの使用、アメリカ合衆国におけるネイティブアメリカンチャーチでのペヨーテの使用は、信教の自由を理由に法的に明確に許容されている例である。ポルトガルの薬物政策では2001年にすべての薬物を非犯罪化しており、2021年に オレゴン州では全米発の薬物の非犯罪化のための州法が施行され、厳格剤では MDMA、エクスタシー 1g、または5畳未満、LSD を40使用単位未満、白シビン 12g 未満は単に罰金となる。特に植物の状態について治療に利用できる、要地域的に使用できるようにするアメリカでの条例が可決している。2019年5月に コロラド州デンバーでマジックマッシュルームが批判罪化され2022年にはコロラド州全体で批判罪化を行う投票のための住民運動を予定している2019年6月にはカリフォルニア州オークランドで自然な幻覚剤を批判罪化した2020年2月カリフォルニア州サンタクルーズで自然な幻覚剤を批判罪化した2020年9月 ミシガン州アナーバーでは幻覚剤の菌類や植物を非犯罪化した。2020年11月ワシントン DC では幻覚剤の使用基礎の優先事項としないという内容の法案を可決。アメリカ合衆国における白紙便の非犯罪化も参照。ありがとうございます。